わしの仕事はこれで終わりじゃ。中のことはお主らが判断せい。メレオロンとシュートが息を呑んでいた。来いや！俺の攻撃が効かねえ。誰が教えるか、バカ野郎が！ならば急ぎすぎず遅すぎず、なるべく酸素消費を少なく歩け。俺はまだ他のメンバーを俺の能力で助け、1秒でも早く任務を成功させること。誰もいない。パーフェクトプラン解除。俺はモラウのスモーキー・ジェイル、ゴンとキルアしかいない。ウェルフィン、やばい、息がもう持たねえ。逃げるか、どっちへ。限界。建物の後ろに隠れているやつ、いるならば三つ数えるうちに投降し出てこい。発射。ミサイルマンは一度発動すれば命中するまで対象者を追い続け。やはり気のせい。いや、しかし誰かがここにいた。それは確か。俺はこのままアリの側でいいのか。麦を守る。何としても。あれじゃ裸と同じ、まるっきりの無防備。いかにピトーでも完全な生身で対抗できるレベルじゃない。ならばマイカ、その人から離れろ。勝負してカイトピトーの思わぬ無抵抗に、ゴンは感情の土の下ろしどころを失っていた。どうすりゃいい。なんて言えば。僕はどうしてもこの人を助けなくちゃいけないんだ。助けなくちゃって。何。この人がいたから王は王に。彼女を治した後は君たちの望む通りにする。ゴン、ちょっと待て。どうかしてんじゃないのか。望むならば右腕も。頼むから彼女を助けさせてくれ。なんでそいつばっかり。カイトにはあんなひどいことしたくせに。自分で最初に言ったのを忘れたのかよ。カイトを取り戻すんだろ。もう大丈夫。どれだけ待てばいい。
完全に回復させるには1時間あれば重大な危機を乗り切れるところまでは治せる。1時間ここで待つ。遠慮願いたいの。実験台になってよ、俺の新技の。今日は疲れた。はあ、まいくらそう言ってもしちゃうんだろうけど。あんたの仲間が教えてくれたぜ。戦闘中に敵から目は生かしておいた方が良かったか。ん、全然。ナックルのやつ、逃げの一手で時間を稼ぐつもりらしいんだ。無謀だぜ。ナックルは宙にいた。シュート！位置から考えてキビスを返したユピーの目に触れたのは明らかである。ユピーにとってシュートの静止は全くの関心外。そのハエの攻撃で十数分後にはてめえは飛ぶんだ。俺はシュートを連れて対岸から高みの見物決め込むぜ。終わり。ここで冷静にナックルを止めるのが俺の役目。頼むナックル。しかしょ、あのクソ野郎に俺の部分。うわ、経験で勝るナックルはユピーの現状をほぼ正確に把握していた。すなわちこの邪魔者どもの排除に直結する。爆発寸前の俺の隙を突くために。外で何が起こっていようと俺はこいつを拘束する。宮殿北部の地下にはトンボを連想させる形の巨大な倉庫群が広がっている。扉が開いている。このケースは吉兆。ブロブーダが警備兵エリアに。なぜ俺が何かミスを。冷静になれ。フラッタに扮した俺の何かが不自然だった。ブロブーダの心の隅に美さした影のようなものだったということ。楽観はできない。大きなミスと見るべき。我は長官の使者、長官の命によってここへ来た。いるならばなぜ返答しないのだ。彼女たちの生存確率はこの場に残っている方がはるかに高いのだ。打破しなきゃいけない。これで容疑者は死んだ。俺の方が名前を知らなかったことは真実なのに。コードナンバーを入力してください。ああ、チャンス、絶好の二者択一。直撃、直撃さえ避ければ。何としても奴をもう一回爆発させる。でないと間に合わねえ。元気だな、バケモン。こいつがピーチくわめくたびにてめえの綱がちらついてムカつく。今すぐこいつを外せ。さもねえと殺せ。お前ここで這いつくばって死ぬんだよ。シュートの分。いつの間に俺の中でダチまでランク上がって。俺の分も含めて3発入れる。ちっ、俺すげえな。
長を途中で止めた。これは利息分じゃ到底すまねえ。あとは頼む。鳴るかね。膨らんでなきゃてめえなんだ。